が映ってきました。北園選手はですね、他の選手はこう、手を前後にしてついているのに対して手を横に平行について前方で入るという、はい、腰痛という技を準備していますね。はい、少し足が後ろに行きましたが、はい、しっかりとね、難しい技をこう成功させましたので、はい、まずまずといったところだと思います。そうですか、はい、そしてきっちりあのまっすぐのラインに降りてきましたね。そうですね、この前方形の技っていうのはいがみにくいですので、こうまっすぐ手を横に平行についてこのままひねっているので、はい、まあ、横の技よりはいがみは少ないかなというところだと思います。はい、さあ得点はどうでしょうか。まあ、この人も世界の中で戦ってきている選手です。まあ、代表選手の中でも中心的な存在ですよね、北園もね。そうですね、オリンピックに出てその後ね、少しまた、アジア大会の方には出たんですけれども、はい、また次のオリンピックに向けてね、はい、貴重な選手だと思いますので、調子は